ハセプロブースにやってきました。今回の一押しの商品を教えてください。はい、はい、今回はですね、昨年も発表しましたマジカルアートリバイバルシート、こちらがさらにパワーアップして、GT ウィングとかにも貼れるような、はい、素晴らしい商品として、また発表しております。最初は、リバイバルシートとしてヘッドライト用、施工前と施工後、はい、貼るだけでこれだけ透明度が復元してるシートだったんですね。全然違いますね。はい、はい、で、去年はこちらの、はい、輸入車に多く見られる、金属製のこうモールですね、そこにある鱗に対しても磨いてもなかなか汚れが落ちない、鱗が落ちないっていう悩みを解決する上で、リバイバルシートマルチタイプを貼ればモールの、劣化した鱗も消えるというのも発表しました。で、今年はそのさらにこういう GT ウィング、この辺なんかにも皆さん装着されている方多いと思うんですけれども、劣化でこう表面がくすんでしまったりとか、はい、なかなか傷がついてしまったりとか、塗装するのももったいないですし、保護するっていう上でもリバイバルシートのマルチタイプを貼っていただければこのようにもう綺麗になるっていう商品になります。はい、はい、見てください、見てください、全然違います。もう誰が見てもこんなに違うんだってすごいわかります。で、実際にですね、輸入車のドアの方の、モールの劣化ですね、はい、こちらの実演するのをちょっとご覧いただければと思いますので、ぜひちょっとご覧になってみてください。はい、見たいです。 iPhone とかのフィルムとかあるじゃないですか、はいはい、あれ貼るのめちゃくちゃ苦手なんですよ。はい、だからなんかこういうのもすごい難しいのかなって思って。はい、そうですね、コツをつかんでしまえば、はい、簡単に貼れることもできると思います。ただ今、技術者の方で、はい、施工前にですね、施工液、はい、石鹸水でも結構です、中性洗剤を混ぜたものを、当てていただいて、はい、フィルムの方にですね、直接貼らないで、はい、こう施工液をこう押し出すような感じで貼っていけば、うん、そんなに埃も噛まないですし、はい、空気を噛むってこともなく貼っていけると思うんですね。はい、じゃあ購入して自分でやる方が多いですか？そうですね、どちらかというと私ども、はい、ハセプロの方の本社の方で、皆さんの大切なお車を、はい、こう施工するように体制を整えてますので、モールの劣化とかヘッドライトの曇りくすみで悩んでらっしゃる方いらっしゃれば、ぜひお問い合わせいただければ私どもの方で、きちんと施工の方を対応して、はい、復元させたいと思います。すごい、ご覧のような感じで貼っただけですぐに、はいはい、透明度を復元すると思うんですね。こんなにも違うんですか？はい、その後フィルムの方が、表面を保護してくれますので、うん、同じようにまた劣化するってことも防げます。はい、なるほど、透明度も復元しますし、劣化も防げるという部分では夢のようなシートだと思うんですね。今回新発表されたエアロパーツがあるとお聞きしたのですが、はい、はいはい、そうですね、こちらの、三菱エクリプスクロス、大変今人気の車になると思うんですけれども、今までもリアの、エアロパーツかなり出してました。今回はフロントのこのカナードですね、 こちらを出しました。発表させていただきましたので、ぜひ、はい、お問い合わせいただけると思います。です、はい、はい、あと、はい、アウトランダーですね、 PHEV、はい、こちらも、今3型になって GG3W になるんですけれども、ハセプロとしてはいち早くフロントのアンダースポイラーをリリースしてますので、はい、ぜひ見ていただけると嬉しいですね。はい、はい、おそらくハセプロさんでしか買えないエアロパーツだと思いますので、はい、皆さんぜひお買い求めください。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、何やら綺麗なお姉さんが座ってらっしゃいますが、実際これも新商品なんでしょうか？いや、女の子はついてはいないんですけれども、それは残念。実際にハセプロレーシングブランドでですね、はい、FIA 国際格式の、はい、APRC のですね、ラリー選手権、はい、代表自ら、参戦して、社長自らですか？はい、その場で、はい、開発実証した商品をたくさんラインナップしてます。はい、でも社長が実際に自ら、はい、レーシングドライバーですのでね、はい、すごいですね。はい、でその中で、はい、ニーパッドですね、はい、レーシングニーパッド、膝の衝撃を吸収する役目をしているこちらの商品がございます。
こちらもあのラリーカーにもついてますので、はい、後でまたご覧になってください、はいはい、ちなみにこちらはお色は、はいはい、こんな感じで、はい、あの黒、あ赤縁、黒の縁、青の縁、3色あります。3色あるそうです、はい、お好きな色をぜひお買い求めください、はいはい、他にはあのこちらは実際のレーシングカー、ラリーカーに装着して開発しました、はい、他こちらの2点ですね、はいはい、バケットフォルムクッションエア、はいはい、ラリーの時にレッキというですね、まあ、コースを下見して、はい、どういうコースになっているんだろうというのを一般の乗用車で、はい、国際格式ですので、ね、はい、そのまま、道をこうノートに記載していきます、ね、はい、その時というのはもう3日間で1000キロも走るような長距離ですので、はい、非常にドライバーにも負担がかかるんですね、はい、そうですよね、はいはい、クッションとして開発したのがこちらのバケットフォルムクッションになります、うん、でこちらの方は、はい、こちらはショルダー&ネックサポートプラス、はい、パンスですね、ヘルメットのヘルメットのここに、はい、にヒントを得て開発した商品です。どうしても、そういうガタガタ道、悪路を走行していると首の負担というのがかかると思うんですね、うん、そこでちゃんとしっかりと首と肩甲骨の肩の部分までも押さえてくれて、はい、疲労の軽減もそうですけど、こう首が動かないように、クッションサポート機能も充実した商品になってます、はい、ということで長谷プロさんのブースをご紹介しましたが、何か言い残すことはないですか？はい、はい、先ほど紹介した商品以外にも、はい、実際にラリーカーで実証開発した商品、はい、たくさんブースにありますので、ぜひ長谷プロの方よろしくお願いいたします。皆さんぜひお買い求めください。